灯がついてるのもあるんです。車を置くの
が。あ、日が。出るのに3作しか避けた車がと思ったら非常にこの車ばっかりですね。
きはいいな、全然復帰いいな。つかさ、一速であの回転からの上がっていけるのを3速で出て走ってもいいらしい。
わ。自分的に感覚して進めてきて傷を見る右後ろの傷がなくなった。下についちゃった今ね消えてた気づかない
天然料選ぶ。リワインドとか使うとその表紙に直ったりするのかな。本当に消えてない。しかし滑るね、この車。羽が上についてないやつよりもっと滑りそうだけどな。大げさな羽ついてて滑るな。単に薄っぺらいだけみたいなやつはすげえ滑りです。ポルシェのやつは扇風機ついてるけど、オイラーないか。速と二速が近すぎて、今はすげえ短いから、もうなんか実質ハイとローしか気がない。昔のレースゲームみたい。シフトがハイとローしかない。
ないとボスがないレースゲームなんか思い出したけど、スーファミの持ってるレースゲームの中になんかラリーのダカールラリーかなんかファイトボーしかないファイトボーしかないくせになんかどっか壊れるとさ直さなくちゃいけないとかなんかシビアなんかあったな思い出した。あれクリアしたことないよな。あれどうなるんだろう。今だったら頑張ればできるのかな。なんか壊れるとさ、どこ直しますかって選んで修理できる時間が決まって限度があってなんかここは諦めるかみたいな感じで重要そうなとこだけ直してラリーを続けてくるのがなんかあったけど全然クリアできなかった。超難しい。もう本当に何も接触とかなかったら滑るにしても強烈なダウンフォースがあるんだろうから、それなりに走れると接触したりさ、ダウンフォースなんか抜けちゃうような動きしちゃうとどうにもなる。グリップ失っちゃったらおしまい。新しい車だったらさ、ぐらいぶつかったくらいしコントロールしなわないけど、先週までやってたスーハイパーカーだってこんな当たりに弱くなかった。ちょっと早かった。ミルが走れるぐらいだもんな。この車たちで見る走りがきついぜ。ハマキカーよりはマシだけどさ、接触しなければ普通に走れるから、ハマキカーと一旦違うだけど、ハマキカーはもう接触しなくても不安定だもんな。これはだって見るの段差じゃすぐコントロールしない。チュンチュン踊り出すラフェラデニャルやろうぜ。ラフェラーリって使ったことはあったかな。あ、ハイパーカーか。フェラーリは MR かな。なんかフェラーリの FR あるじゃん。ちょっとどっちが不安定なんだろう。
入ってもいいけどな。あれかな、まだ追いつくだろう、上に入って。こんなとこから入るの、入れないよ。なんだあの言っても、ここちょっとちなみにどっから出てくるの、どっから。なんだあのぐらい10周もかからずに打ってこれないかな。ちょっと危険なような気がするけど、打つが1位がいつまでも23位に超えてブロックされてる限り大丈夫なような気がするけど、なんかの拍子に前に出られちゃうとかな。そこのシューターは嫌だな。うわダメだ、全然これちょっとやばいかもしれない。18か、18よかった受けてくるの。ミスメント書いてある、ミスさん国立。
おー、シュエルビー直線速い。
Thank you.
24か。よし、着いた、よかった。
早いよ。お客さん早いな。動いて角度が変わる。ほら動いてる。